様の日ですが、あいにくの雨で子供たちも残念そうです。きちんと話を聞いてあげることで何でも話してくれます。褒めて励ます。社会を明るくする運動があるように、子供たちを励ますことが大切だと思っております。夏は暑いのですが、皆さん少しずつ無理をしないで、きちんと水分をとり、適度に休憩をとり、リラックスしながら、楽しく歌いながら弾いてみてください。山の音楽家。しております。他人と比べず、評価を気にしない、日々少しずつ楽しみながら学ぶことは大切だと思っております。子どもたちも何でも先生が話を聞いてあげると何でも話してくれるんです。共に楽しみながら学ぶこと、これがピアノが長続きするコツだと思います。子どもたちも先生は分かります。顔色を見ただけで、あ、この子は今日は疲れているわね。どうしたのかな？などといった声かけをしてあげることは大切だと思います。きちんと子どもたちも疲れているときは、水分をとり、リラックスしてください。今日はせっかくの七夕様ですが、きちんと頑張る良い子には良いことが待っております。山の音楽家をお届けいたしました。